まあ、情報がいくらでも手に入るようになったんで、とりあえず試してトライアンドエラーを繰り返す方が得なんですね。いやもう残念ながら今のスーパーさんとか、ディスカウンターの小売さんに一生懸命売っていただいても利益が上がらないので、だから人口も減ってますから。すごく大事なのは、日本の企業がこれから必要なのは、そのやっぱり10年先のプランを作らなきゃいけないんです。で日本がって言うんですけど、まあ実質やっぱり日本企業がね、どうやったら成長できるのかと、その失われた30年の後に。で僕はあの今年63歳なので、あのそういった意味ではね、その失われた30年の中で自分のキャリアがほぼあって、でしかもあのネスレというグローバル企業で日本だけしかやれない、要するに輸出もできないという国でやってきたので、正直一番大変なところでやってきたんですね。まあだからイノベーションが必要だと思って、まあ自分が社長になった時は10年先にこういう会社にしますと、利益率は 12% から 24% に倍にしますと、まあ、何の勝算もなかった。だけども何をやりたかったかというと、いやもう残念ながら今のスーパーさんとか、ディスカウンターの小売さんに一生懸命売っていただいても利益が上がらないので、だから人口も減ってますから、だから売上の 20% は、e コマースにしますと。でそれもアマゾンさんとか楽天さんにお願いするんではなくて、自分で作ったものは自分で売る。まあそれができる時代になってきたので、まあ、それで作ったのがネスカフェアンバサダーとかいうことなんですよ。まあ、それで実に本当にまあできたわけです。20年で倍になったわけですよね、利益が。でその間も実は売上個数は減ってました。あとは値上げしただけです。まあそういうことで言うと、僕はあの実はすごく大事なのは、日本の企業がこれから必要なのは、その特に社長さんがなんですけども、やっぱり10年先のプランを作らなきゃいけないんです。で実は皆さんご存知ないかもしれませんけど、皆さん、まあ、大きな会社の方もいらっしゃると思うんですけど、上場してたら中期計画って大事じゃないですか。で優秀な人ほど経営企画室って世界にはないんですけど、日本だけです。で本来社長の仕事なんで、でだけど3年計画なんてやらないです。ネスレも発表したことはない。そんなことやってない日本だけで。で普通まあ邪魔になるのが社長の任期なんです。これも世界には例がない。株主総会で本当は決まるんですけど、高度成長期に誰がやっても社長で伸びられた時代があって、その時代の名残でね、もうみんな誰がやってもうまいこといくんだったら、一人の人が10年も15年もやられたら不公平だっていうんです。サラリーマン社長ですよ、オーナー社長はいいですけど、それで作ったルールですよね。だからそういうものが失われた30年、バブルが弾けてからも変わってこなかったんで、いまだに任期4年とか3期6年で、じゃあ10年先にこんな会社にします、こんなイノベーション、こんな問題をソリューションを作りますっていうような目標が掲げられないですよ。 そうするとですね、じゃあこの、IST に投資しようかって、投資した結果自分たちがこんなソリューションを作ることができるっていうことができないところが、まあ、日本がイノベーションが進んでいけない一番大きな僕は原因じゃないかなと。昭和の時代からのなんかトラウマ的なものがあって、日本ってやっぱり品質がすごく大事 で、まあ、確かにその品質で売れてた時代が高度成長期あったわけですよ。で僕ら外資系にいたから、もうネスレといえども輸入したものは大体すぐ苦情が入る。でもその 99% 8% でいいと思ってるんですよ。ところが日本でやると 99.9%、 これキットカットでもネスカフェでもそんな感じ。だからコストが高くなって、でその割に値段上げられないからみんな利益率低いみたいな。まあさすがにそれはメンタリティー変えていかなきゃいけないんで、多分政府がそういう形で率先して変えていくと、民間企業も雰囲気は変わってくるかもしれないなと思います。世界で戦うっていうのはそういうことですよと。別に品質を下げるってわけではなく、まあぶどまりが多少下がってもいいやっていう、スピードの方が大事だよね。そうですね。で、そうです。スピードが大事っていうのが、実は僕この20年で大きく変わった点は、スピードが大事かどうかっていうことで、実は品質と関わってるんですが、なんでスピードが大事になったかっていうと、インターネットのせいなんですよ。
だからインターネットのせいでそのなんか人的なつながりとかこうコネとかこう家柄とか分かんないですけど、その情報を手に入れるのにコネとかないと、まあコネとか例えば大学に入るとか大学院に行くとかってブランドがないと無理なことがたくさんあったんですね。それはその情報が民主化してないからなんですけど、大学の図書館に行かないととか大学の教授に聞かないととか、そういうことが実は技術分野でも山のようにあったんですが、ネットで検索したりとかして情報が出るようになったんで、まあつまり何が大事かってスピードが大事になったのは情報がいくらでも手に入るようになったんで、とりあえず試してトライアンドエラーを繰り返す方が得なんですね。なるほど。